はい、それではローズステークスとセントラド記念ですね事前調査いきますはいその前にーション特別サト野エルオールさんさばいてくれましたねありがとうございましたはい、えー、クソヤシの伊手一倍でしたけどありがとうございますコツコツためていくんでよろしくお願いしますはいセントラルステークスですけどミスターメロディ失速しましたありがとうございました はい。えっ、ー、と、三連服は、えー、いただいたけど、クソやっしいでしたね。はい。えー、鳥紙。えー、オータムハンデは、えっ、ー、と、ルメッチャンの馬やったっけ忘れたけど、トンネードバケけミスったんやね。はい。ちゃうね。ターブロンドン着たいな。あ、ちゃうな。オータムハンデーのしたくる。あ、もう記憶ないす。いません。<laughs> なんかミスって、なんか、なんかあれだ。忘れました。ポルディガールさんも飛んだしな。 全然覚えてないこれ。はい、すいません。全然覚えてないやつ。ありがとうございました。誰かあったっけ。あ、そうや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 。トロジトロに切ったやつだろ。誰かった。あ、そうや、そうや。3着にジャンダルム来たこれ。ジャンディー来たこれ。すみません。ありがとうございました。思い出した。あなたがいた。腹痛いこれはお腹痛い,痛いはい、お腹痛いもう行きましょうか。妄想収始へ。レッチャゴー はい。今回はシオンステークス取り紙、セントルステークス取り紙、えと、ー、ね、とっ,っけ。大玉でダメってことで回収率72%です。やばい。どんどん過ぎた。おかしいぞ。100%超えとったやつ、俺。どこ行ってんの夏競馬。夏競馬の時代どこ行ってんこれ。あれあれやばいですね。はい、7月絶好調だったりな。絶好調でもないけどな。は副場生活は低価格なんか1.1倍とか1.1倍とか1.1倍,倍とかいただいて、低価格全然もの予想しとって69、69%前。とりあえず上がってきたんで、また頑張ります。 はい連勝してますけどねカッティクソカッティのレース行ってるんでねいやーまだ勝負できひんなもうちょっと安定して返しましょうすいませんお気に入ってますけどよろしくお願いしますはいということでそれでは出走表いきましょうはいそれでは出走表の前にいつも通り奈良市の特別でした里のエルドールさんですね はい前も、まあ、登録してましたけどはい、えー、ようやく開花してきましたよということをとって、えー、中山でねまだ買ったことなかったんですけどはい、えー、ようやく馬体がね、えー、いい感じに仕上がってきましたってことではい、えー、東京で見事クリアした上がりもすごかったんで昔ねはい、えー、中山ほぼもう馬なりで行ってた気がするんでちゃうかったかなうん、えー、素晴らしいですねこの後どこ行くか知りませんけど はい。あ、無知売ってろ。はい。えー、でも、逃げゆく馬を、まあ、前残りの動画なんでね、えー、よく騒ぎました。まあ、ストライドやっぱちょっと大きい系なんで、大きい系でね、やっぱり東京がもくんかな。はい。中山、えー、っと、えー、何やったっけなもう一個。えー、阪神もそうですけど、どちらもレコードと。えー、経済はオータハンでトラゼトロ買ったんですけど、あ、そディメンションを着たよね。そうですね。ジャンダルだけ拾ってなかったよね。はい。えー、まあ、 30秒ですか横のりさんマジックってことであと阪神もレコードターボロンで出ましたんではいちょっと、えー、今年も、えー、異例な場が続きますけどよろしくお願いします、はい、ということで、えー、まずはですね、えー、日曜日行われますローズステークスから自転、えー、調査スタートですはい、えー、ローズステークスですけどの前に、えー、と今週はですね、えー、土日ゲスト3日間開催となってまして土曜日はまたノンジューショーレース紹介するんでよろしくお願いします はい、えー。日曜日にローズステークス、えー、3歳の頻馬戦ですよね。はい。えー、週刊賞かけた。まあ、いわゆる最終切符になるんかなこれね。えー、先週、シンオンステークスを壊れましたって。いやね。はい。阪、え、神、ー、外回り300メートルとなっております。はい。えー、先週に続いて、また高速決着が待ってるかな。順、え、位、ー、立てで、えー、トース割れとなっております。はい。まあ、シンオンステークスにある程度出てモータん。関係と。 えー、まあでも、ただ今年注目するとしたら、注目っていうか、ええー、とですね、まず、えー、オークスで、えー、3着以内かな、馬券絡んだダまがおらんかったんやったかな。はい。えー、ラブゾンリーン理由が、えー、週刊誌すら回避でしたっけなんか異常をきたしてましたね、ったっけな,なんかで回避やね。クッキンやったっけ忘れた。何やったっけえっ、ー、とね、あ、ひずめの炎症ですってで。確か回避ちゃうかったかな、周刊誌、回避。はい。んで、 えー、2着馬のカレンブーケドルが、えー、シオステークス出てきました。えー、あと、クロノジェニシスどこ行きましたか <laughs> 出てきてませんよねどこ行ったんやろ忘れ、なんか書いてたっけニュース忘れました。ごめんなさい。情報多いです。はい。てことで、今回出てくるのが4着馬のウィクトーリア、えー、そして5着馬のダノンハンタジー、6着馬の、えー、シャドウディーバが、まあまあ上位かな。あとは、えー、えー、オークス組は12着馬の、えー、シゲルピンクダイヤ、 ぐらいですかね。あと15着場、ビーチサンバですよね。ここら辺まで。ビーチサンバもね、もともと強かったものなんで。はい。あとはまあ条件上がりのちです。うん。で、予想図をお借りしましたら、一番人気誰背負う音かって思ったら、ダノンファンタジーですね。まあ、お子を4着でしたけど、まあ、ポジション取りに行った分負けたんやったかな。確かね。グランアレグリアマークした分負けたかな。お取りなかったかな。うん。 もともと阪神戦6までえとチューリップ賞までか2歳以上でもありましたしまあこの舞台距離延長1800なら問題ないかなと思ってます、えー、オークスも悪くない着順5着なんではい悪くはなかったんでねはいあとはまあえ一桁オッズであれなんかバグったわけで燃勝,勝負なんこれうしないぞはいあとはまあビクトリアとシゲルピンクダイヤとえスイープセレリ,タ,セレリタスそしてビッシュサンバ等々が一桁オッズとなっております はい。ま、あ事前調査なんで、本命と特徴ばだけやっておけ、まと。はい。また本チャンネ変わると思うんで、てか、自己調査でまた変わると思うんで、結構コロコロします、ね、私。結構コロコロしてる、ね。はい。とりあえず、本命候補ですけど。はい。頼む、ファンタジーです。しゃーない。これはしゃーないな。えっ、ー、と、ここ、まあ、えー、成績伴ってないといえば、ここに相伴ってないんですけど。うん。さっき言った、大加賞は、グランアレグリア、魔改た分、負けた分。はい。えー、オークスの範囲は、まあ、距離でんですかね。 まあ、距離としときましょう。はい、多分距離ですか。まあ、元々阪神と京都の外回りしか、外回りというか、ここら辺で活躍しなかったね。まあ、東京行きマイル走ってますけどね。はい。まあ、距離と考えて、まあ、今回、えー、スイッチ戻してもらって。うん、いくら2歳以上等々で賞金稼いでるというでも、ここはやっぱちょっとね、さすがにここ、えー、3着外ですか。1、5着でもいやらしい。ちょっと後味悪い、多分成績になっちゃうんで、さすがにここは。 はい、えー。戻してきてくれると思います。えー、操縦性と、えー、操作性は高いの間違いないんで。はい。まあ。ディープですかこの舞台は。はい。えー、ディープですか去年カンタービレサラキアラテュラス。ディ,ディープディープディープですよね。確かね。2年前リスグラシを初クらいしたりとかとかだったりした、えー。2年前ディープロ3年前シンハライトディープですね。確かまあでもあれか。最近ディープサンクであれやもんね。タッチングスピーチとかミキークイーンとか。 うーん、5、6年、7年、8年前、ジェンテルドナーとか、とうとうの時はディープディープディープだと思っててね、最近あれディープちゃうんかなと思ったら、またディープディープディープだったけど、どうやねんって思ったんですけど。はい。とりあえず、あの、ファンタジーでいいですかなんか、内田さんのとこなんで、そんな下手なことしてきません。絶好調、カーラソンとしきますんで、そんな下手なことしてきませんってことで、カン簡カンダカンタはい、一番人気で背負ってますんで、まあ、ここ無難にここ押さえときましょうやってことで押さえときましょう。はい、押さえときましょう。はい、えー、あ とはですね、まあ、ここ、えっ、ー、と、あと、ウィクトリア、えっ、ー、と、えー、誰だけけ人気での、えー、誰だっけ、誰だっけ、あ,あれか、えー、シャドーディーバに来てたっけミッチナンバーか。と、あれ、あと、もう一頭に来てるね。シゲルピンクダイヤか。あ、これがまだ阪神に戻ってきたら末吉出るよってう話ね。多分ね、おそらくね。はい、わかりました。シゲルピンクダイヤってオーカーション2着やったっけしかも。そやね、チューリップション2着、オーカーション2着やね。あ、そうそうそう、まあまあまあ、阪神来たらはまるかなってことですよね。シゲルピンクダイヤの2番、3番2期、3番にか。 了解です。わかりました。ありがとうございました。うん。はい。えー、ちょっとはいですけど、ローズステークスですね。まあ、あと自己調査でちょっと掘り返すとし、あんまりごちゃって言うと、自己調査とか言うことなくなるんで、いつも通りね。はい。えー、ここですね。一等ローズステークスで事前調査は特注馬を打っておきましょう。はい。えー、特注馬ですけど、今回は、えー、このまでいきます。はい。えー、スイープセレリタスですね。先ほど、カミカミでごめんなさい。 はい。ハーツクラインお母さんスイープ投稿ってことで、なかなか有名な決闘となっております。はい。で、えー、なんでこのまま選んだかっていうと、よく言ってます、えー、この時期ですね、シオンステークス、そしてローズステークス、そしてセントライドキニそして神戸新聞杯と、えー、すべてを見て共通して言えることが、 えー、こんな時期になってくると3歳以上のクラスが待っていまして、えー、前から言ってます、いわゆるコバ相手の1000万クラスですよね。ここ7倍玉が強い。いわゆる、えー、合計で言うと3勝馬ですね。2勝クラスを、コバ相手の2勝クラスを買った者たちが、まず外頭馬が、えー、1頭目が、えっ、ー、と、アルティマリガーレと、えっ、ー、と、今回は、えー、外頭馬2勝クラス買ったのが少なくって、あともうこのままかいません。えー、スイープセレリッタスしかいません。 うん。で、まあ、三勝場だけに注目したかっていうと、まあ、えー、そうでもなくて、今回なんでスイープスエリータスにしたかっていうと、まあ、えー、藤るめ、いわゆる鉄板の藤ルめってとこもあるんですけど、ただ単に藤ルめだけでもなくて、三勝場だけでもなくて、えー、プラスアルファで言うとですね、えー、ただ藤ルめというのも、この舞台は、えー、まず西の舞台です。はい、阪神の舞台です。で、 えー、まあ、シャドウディーバー、あるいはウィクトリアに見えることなんですけど、東野間たちなんですよね。うん。で、まあ、普通に考えて、東野間たちって、こっち来たら、まあ、言い方悪いですけど、輸送の関係もあって、で、もともとやっぱね、成功到底っていうように、やっぱりリッンのまが目立ちますんで、普通ローズステークスに輸送って運んでこないわけなんですよ。もう普通にシオンステークスとかとこ叩いて、収穫賞でいいわけなんで、 で、ここ使ってくるってことは、まあ、ある程度自信のないと、えー、来れないってこともあって、でそれを象徴するかように、私これ今年だけか調べたんかな去年以前で俺調べた曲ないやけど、びっくりして最近、成功通ってやるなってパッと見たら。 これ去年言ったっけ俺。なんと、関東馬3、1、2、11、もし去年と今年全く一緒のこと言ってたらごめんなさい。俺、記憶そうでしたから、うん。俺、去年のこと覚えてないから言うたこと、うん。俺、去年のロードステークス何言ってたから全然覚えてないから。はい、すいません。<laughs> はい、びっくりしたな、これ。関西馬がね、毎年、まあ、馬券大体絡むんですけど、逃走位からってことなんですたらね、108頭、まあ、いわゆる負けてるわけですよ。うん。まあ、逃走位関係もあるんですけど。でも、全体のこのパーセンテージ見ると、関東馬今までに過去10年ですけど、17頭か出てきて、6頭馬券絡んでる3着年35.3%と。 これなかなかの成績だと思います。珍しいです。ね。輸送してきてこの成績なんで。で、えー、それを考えると、関東馬、北馬たち、やっぱさっき言った通り、ウィクトリア、シャドウ・ディーバーもそうですけど、ある程度やっぱ能力ないと、まあ前走ね、オークス、いろえー、4着、6着はですし、やっぱりある程度能力自信ないとこっち来ないわけですね。ウィクトリアとか特にトサキが乗ってくるんで、トサキ・ケイティさんがわざわざこっち乗ってくるのが珍しいことなんで。うん。で、それ考えると、まあ、東の馬で、かつ、 えー、三勝馬、コバ相手に勝った三勝馬、かつ、まあ、プラスアルファでいうとフジルト、藤メとノーザンファーム、えー、あるいはシルクレーシングなんで、えー、スイープセレリタス、えー、これまでの絡み、街頭馬の絡みにいると、まあ、この馬がやっぱ、えー、抜けてるかなと。うん 条件満たすのはこの馬かな。え、激圧っていうんかな。はい。いろいろ重なってフィルターかけていって、この馬が一番激圧かなと思います。はい。えー、シルクのとこってことで、ト崎さんがよく乗ってるんですけど、今回はト崎さんを行くとよりはトリのね、やっぱ戦略いたんで、えー、ノーザンハームってこともあって、ルメちゃんが乗ってくれると。これ非常に大きいことだと思ってます。で、元々ルメちゃんこのま乗ってましたんで、ちょろちょろね。はい。 で、えー、っと、まだ1008の成績ございませんけど、ここマイル実績だけしかなかった馬達で馬券絡むこと十分ありますんで、で前走新潟のマイルで1.9倍番の人気で圧勝しております。はい、えー。2着馬に1馬身以上離してますし、えー、前目つけてその上がりつかったってことで2着から4着を見ての通り全て後方から追い込んできたの馬達です。 その後たちに、えー、上がりがまあコンマ4以内しか変わらないとコンマ4ぐらいしか変わらないと前目つけてこの上がり素晴らしいことですありがとうございましたはい上がり34秒1なかなかのまあ多分おそらく前がしすぐしたんである程度苦しいペースだったと思われるんですけどうんはい 大体いいラップ激しいですもんね新潟といえどもやっぱ10秒11秒のハイラップずっと刻んでましたんでやっぱりこれスタミナ勝負やったと思いますんではいなかなか強い内容やったんでここはルメちゃんでしかも予想とか5番人気となりますと、えー、かなりの美味しい盲点かなと思ってますはいこれはちょっと当日もちょっと人気出てもいいんじゃないと思ってんでプラスアルファで言うとルメちゃんは、えー、そういえばルメちゃんってと思って シューカ賞かな。出走券どうやったかなと思って。ルメちゃん自身のね。で、ちょっと掘り返してみたんですけど、そういえばルメちゃん、大花賞誰乗ってたっけと思って、あれ。シオンステークスもね、えー、誰だったっけ ?4 ちゃんが呼ばれたよね。あれ、そういえばルメちゃん、大、シュー賞約束を誰か思ったっけと思って、大歌唱見たら、そういえばグランアレグリア買ったよね。グランアレグリア、そういえば、あれやね、 NHK マで出てきたよね、と思って。そういえば、グラン・アレグリアが、集荷賞出ることないよね、と思ってあ。そう考えたら、ルメちゃんが、集荷賞乗るのるーマおらんよね、と思って。それ考えると、やっぱり、わざわざ、フリジ・ジザーさん、ローザーハームが、やっぱ、こう連れてきてますんで、まあ、本気でしょうね。一応、参照してますんで、出走権っていうか、もう、集荷賞で賞金がどうかなと思うんですけど、最近やっぱね、ちょっとやっぱ、出走権とか、え、前哨戦が多くなってきましたんで、参照馬でもちょっと苦しい集荷賞を見送られますんで、 まあやっぱりここ攻めてやっぱ緒優先出走権届かなあかんちゅうことでまあまあとりあえずかうん本気で馬券内にはくると思ってますんでよろしくお願いします多分これでルメちゃん本気だと思いますわ藤沢さんのところうんグランレグレで負けてましたんでねはいここはリベンジはこのままじゃないでしょうかってことでハーツくらいンクならディープを任すでしょうってことで頑張ってくださいはい、えー、続きましてセントライト記念スタートです はい。えー、セントラルト記念ですけど、はい。えー、こちらは、えー、ボバーの、えー、前哨戦ですね。いわゆる菊花賞を向けて。で、えー、神戸新聞杯がこの後行われますので、まず、えー、これがシオンステークスと同じ位置づけみたいなのかな。はい。東の、えー、まず前哨戦ですね。はい。えー、中山2200メートル。えこちらは、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、神戸新聞配、いわゆるマイナーナムが出てくると。えー、マイナーというか、まあ、東なのムのが予想なしで出てくるって感じで考えた方がいいかな。はい。 えリオンリオン、オンランホドローです。えルボルグ、えー、そして西のデイジーまで、あとスザダルも、えー、一桁オーツとなっています。えー、こちらはほとんど東の方が出てくるんかな。えー、そうやね。人気場はほとんど東ですわ。えー、てか東しかおらんわ。名称天元とかそんな人気でんもんね。はい。えー、あ、リオン、ごめんなさい。リオンリオンだけ。すみません。西ですわ。はい、ごめんなさい。で、 えー、一番人気がリオンリオンでした。っけね。えー、ルボルゴ二番人気。はい。横りさん、えー、先週ね。何やったっけあいつ。あいついた失礼な。昨日、えー。何やったっけあいつ。失礼な。あいついたら。えー、トラデトロで買ってますんで。はい。えー、横則マジックですね。はい。えー、リオンリオンさん一番人気です。で、わかりました。了解です。 はい、あとはルボルグ藤留めこちらも藤留めですけどどうなるかルメちゃんの菊花賞おったんかなまた忘れたなはいすいません忘れた <laughs> 結構忘れたはいルボルグさんねあとは、えー、西野デイジーが中山でまた復活するかとかあとザダルが3、えー、勝負けなしかはいそんなもんですかあとエフェクトオンとかは1勝馬ですもんねはい今回コぼ相手の3勝馬が、えー、オ,ース、えー、オーセアグレイトです はい、これが前走福島26で、えー、まあある意味セントライトと一緒の中山駆除のリンク節と考えると一番ピッタリ合うかな2馬身つけて1.8倍の馬なんでうんはいあとは3勝でコバ相手に勝ったといえばいませんかザダルもプリンシパルから、えー、あれですもんねはいコバ相手の3勝馬は、えー、おそらくその馬だけになると思われますはい うんはい、で、えー、ここ本命ですけどまずですねえー、とですねとりあえずこの馬でいっときますかはいリオン・リオンでいっときましょう今回のル・ボルガーはどうかなとまず逆に思ったんですけど前走圧勝しましたんですけど大勘田グラスもリオン・リオンに負けた,負けたんかな、まあ、リオン・リオンにこの馬がよ、えー、対応できなんってことないんですけど ちょっとまだなんか安定性に欠けるかなっていうことで、まあ藤メやから本気な気はしますけどね、藤嫁の時このままずっと連帯してますんで、ただなんかちょっとあれですよね、まあ前走圧勝しましたけど、なんかまたここでこけそうな気はする感じかな、中山初めて丸めちゃんやからいけるやろと思ってるんですけど、ちょっと今んところ本命しづらいかな、えー、見た感じリオンリオンのが安定するかなと思ってます。 うん、オークス惨敗しましたけど、まああんだけ高速やったら、ちょっとしんどかった、えー、に、大逃げと。はい、もう、青葉賞もそうですけど、オーンザクラ冠桜賞、ルブーカって,て、で、そのままやっぱ中山のにいいですよね。ここので、えー、成績出してます、三着ですけど、えー、まあ外枠の分って考えたら、えー、よく頑張ったかなっていう内容でしたし。はい。結構このまま、えー、キャリア長い、長いっていうか、積んできたレースは長いんですけど。はい。 まあ一番人気のこの遺産背負うぐらいだったら負けてられへんぞということでこの馬のが一枚上かなルポルグ小売店へ、えー、一生クラスですからねまだねちょっとまだ緩いかなって感じしますんではいリオンリオンにしておきましょううんまあ賞金足りてるからシュンっての感性十分大なんですけどはいうーん難しいけどねセントライトねいつも通りで、ね、はいすいません、まあ、西の馬やし成功到底輸送を考えたらこの馬がいいかなと思ってます はい、えー、ここちょっと遠そういんですけど、ここですね。手短に1頭、特注馬ですね。セントラル的には、ね、自転車殺特注馬打っておきます。はい、えー、特注馬ですけど、えーとね、今回はまあ、まだまだ、全然まだまだ迷ってるんですけど、とりあえずこのまま言っきます。とりあえず出してるか。はい、ザダルですね。はい。お、まあ、セアグレートと迷ったんですけど、オセアグレート、小売店の参照馬。ばば考えても結構スタミナいいなっていう。で、未勝利戦から圧勝してますんでね。 確かに強いなっていう印象はあったんですけど、えー、その相手よりこっちからただるはいえー、理由超維持負けなし以上ですありがとうございましたはいえー、っとですねえー、新馬戦場外になりまして中山新馬戦改めてスタートして逃げて勝ちました中山イル中山 2000m 距離2波論伸ばしてはいまた勝ちました はい前走プリンシパルえここでえーダービーの優先出走権1着で取ったんですけどまあけがあったっけ回避ですよね確かにはいえーちょっとすみません怪我の関係あったらごめんなさいやけどこれ確か見越して回避した気がするんですけどはいま,まだやっぱ負けてないということでま,あまだ3歳クラスしか勝負してないんですけどうんまあ負けてないっていうのが何よりも強みかなと思ってます結構負けなしのまあ ま、うん、まだそこを見せてない可能性あります、えー、前走ですけど、えー、東京の 2000m でザダルですねはいえっ、ー、とねまあそんなに大きく内容はないんですけどまあずっと打ちためといてはい まあ抜け出すのをよく我慢して追い出したかなっていう感じがあったんとまあこの時ね、えー、まあさっき言いましたルボルグとかシークレットランですよねまあ過去の実績は頭差しに勝ってますんではい、えー、もう正直前が逃げ粘るところを最後突き抜けたのがこの馬だけだったんでうんなかなか強い内容やったんかなと思ってます、えー、勝ち時計も十分高速馬王といえも1分58秒決着やったっけ はい、えー、十分なようでした、えー、ちなみにこの時の2着はエングレーバーさんは中内田さんのとこやったしね人気なかったけどはいまあこのあと、えー、小坊相手の2勝クラスで、えー、1.5倍の指示受けてまして2着とまあそれ考えたらレベル高かった1.5倍の指示やなと思ってますんで負けなしが大きいかな はい、頑張ってください。距離延長、問題ないでしょう。あとは、え、安城が石橋さんでしたっけ。はい、統制ラノサングってことで、ちょっと決闘も面白いんでね、えー、ここは頑張っていただきたいと思います。負けなしなんで。ま,あ、また、事故調査、いろいろ変わりだと思うんですけど、よろしくお願いします。はい。ということで、えー、事前調査は以上で終わりですかね。はい、ご清聴ありがとうございました。